スペクさん、はい、この神社もしかして見てください。このマップは全国から訪れるライダーさん専用です。バイクでお越ししてない方ご遠慮ください。で、これがようこそライダーの聖地、これね、シールで足跡を残そうってことで来ました僕たち旭川から。どれ、え、あれ、はい、まだ誰も旭川から総宮神社に来てませんということで行かせていただきます。情熱の赤で、ノブはじゃあ宮崎で話すか。あれ宮崎から来てない。お、来てない。あやちょうが、あやちょう、あやちょう、あやちょう、これ、あら、来てない。あら、行った方が、行った方が、行った方が。情熱のイエローで、情熱のイエローで、あやちょう、あちゃあやちょう行った。あやちょうから来ました。やるな。ね、総宮神社、はい、総宮神社のここに証拠として、そうですね、もうちゃんとライドして北海道から来て、はい、貼りました、はい、はい、嘘じゃないよ、はい、だもしこれを見てくださってる方、もし来る機会があれば、はい、そうだね、ここにアパッシュのステッカーとぜひ、はい、はい、ここは何、長いし、長いし、長いし、はい、で総宮神社といってこう検索したらオートバイのこの人型が来る神社で有名な場所として挙げられて、そこに来ました、はい、そこになんとこの間シニアをアパッシュから買って30分の対談もしてくれた太田さんも来てます。はい、どうも、はい、その説はありがとうございます。いい、ありがとうございます。今回そのアパッシュに会えるということで来ていただいて、ここから近いんですか。いや、ここ山形市内の方なんで、はい、ちょっと時間はかかってくる。いや、まあ、ありがとうございます。実際にこうみんなとお会いしてどうですか。いや、もう圧倒されてますね。いやいや、もう本当じゃないですか。だってね、 YouTube とかあの辺で見るような世界の人たちなんで、すっごい圧倒してます。いや、わざわざ来ていただいてありがとうございます。いやいや、とんでもないです。時間作ってもらってありがとうございます。その後シニアとかどうですか。シニア使ってます。いい感じです。いい感じですね。不慣れながら使わせてもらってます。トメさん嬉しいね。いや、もうね、もうババのつながり以上にもうこう自分たちのこだわりの部分の製品のもののつながりとか、より深く自分たちと接点持ってね、やれて、でここ生でこういう自分たちと一緒にセッションできるって最高。最高です。実際なんかこう会ってなんかやりたいこととか、はい、会ってですか、はい、いや、できれば夜のね、こっち系がやりたかったですけどね、皆さんも忙しかったみたいで。ごめんなさい、もう爪爪です。そうそうね、だから、うわ、俺言っちゃったけど、これみんな大変なのになんか変なこと言っちゃったなみたいな。あ、いやいや、もうね、ほんと山形の人、まあ東北の人は、はい、こう、奥深くまで考えてくれてね、いいいい、それがもうすごい伝わるというか、もう北海道の人間もう浅はかだから。いやいやいや、そんなことないでしょ。もうほんとほんと深みが全然ないから。ね、ダメなんだよね。もうそんな会ってやっと会えたということで、まあこれに出会いに感謝しながら、まあ最後なんかこうなんか目標だったりとか、今後は何かあれば。目標は川上さんを超えたいですね。おぉ、いや、もうそれぐらい、いや、ちょっと大きなこと言わせていただきました。うん、そう、いやいや、もうね、そういうね、一歩一歩が大事だから、うん、もう、はい、嬉しいね、そうやってこう目標にしてくれるという、ね、いやなんか面白いこと言う目標だったらどうしようかね。超えてきたな最近みたいな。どっちがいいのかな、笑いを取ればいいのか真面目に言ったのか、どっちなんだろうみたいな。今回は本当にありがとうございました。ありがとうございます。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
く、青森、秋田、山形、ここ、福島、とうとう来てやった福島福島は上陸して、うん、今さっきまで、山形のなんか真ん中の辺にいて、ね、吸ってズバーで今高速乗って、本当は明日だったけど今日もうどうにか明日なんか天気悪そうだから やばい時間通りに行かないわと思って、もう急遽何とかしてもらってチョップラックさんに来ました。はい、まずはですね、作っていただいた、ありがとうございます。すみません、お客さんに迷惑かけて。福島県郡山市のチョップラックバーバーショップの佐藤です。よろしくお願いします。はい、いつもだったらもうちょっとメンバーいるんですけど、ちょっと今年の7月で、丸6年、あ、7年、6年ですね。完全独立して、6年になって、はい、ここでずっと。そうです。お一人でやられてるんですか？一人ですね。どうですか、福島県のバーバー文化とお客さんの感じとか。あ、でもそうですね、まずバーバーっていう、その、カルチャーがだいぶ浸透してきたなっていう、やっぱそのフェードっていうスタイルもそうですし、うん、はすごく感触としてはあって、うんうん、ね、お客さんとかの注文って結構こういうスタイルで、はい、バーバースタイル結構多いんですか？はい、あ、うちはもうもろそっちばっかりですね。もろっていうか、もう加藤さんもこのお店来て分かるという、こう店入ってきて、うん、普通の人はなかなか、いや、はい、はい、考えちゃうなみたいな。初見じゃなくてもね、こう飛び込みでたまにありますけど、うん、大体もう今予約いただいてる感じで回してるんで、うん、すいません、ご連絡くださいって言うと、うん、いいその方は大体来ないですね。あの時のお手をないっすね。ってことはやっぱりお客さんとも仲いいぐらいのお客さんがいっぱいいる。そうですね、だいぶもう今はありがたいことにね、日々いただいてる方は多くて、うん、その方たちだけで結構いっぱいになってて、ありがたいですね、はい、だからこういうね、俺らが勝手に時間こうね言ってもお客さんにちゃんと言える仲になってくれてるのもね、それが大事だよね。それが大事、もうで大事だよねって俺で言ってるけど、もちろん違うけど、そうそう、実際にその、うん、目標としてはそうっすね、自分的にはそのやっぱり若手ね子たちのもっとこう増えてくれないかなっていう気持ちはあって、うん、そう、逆に、うん、そうですね、うん、そうですね。もうこれこの感じだったら若い子働きたいっていう子いっぱいいるんじゃない？いや、もう全然ですよ。もうやっぱ人口少ないんで、うん、やっぱり求人出してもリアクションないですし、うん、やっぱ仕事職業からこの国家資格じゃないですか、ハードルとか敷居が高い感じだから、だからまあね、転職します、じゃあ床屋になります、バーバーになりますっていうのがやっぱできしたくてもできない子たちも結構いて、状況的になんかそれが歯がゆいというか悔しいなと思うし、もっとね、なんかこう国の方も働きやすい環境作ってくれたらなとかね思いますけどね。例えば調理師とかって実地で資格受けられるじゃないですか、うんうん、でも美容師は専門学校で、ね、試験資格取んないとなれないっていう時点でもうハードル高いなってなるので、うんうん、そうですね、一歩そんなに他のね仕事からしたらこうちょっと入りにくい壁はあるもんね。ですね、うん、ただね、やっぱりいい仕事だなと思いますし、うん、自分らしく生きていけるね少ない職業じゃないかなと思うんで、この辺の魅力でね、もっと若い子たち増えてくれればなと思いますけどね。うん、
ありがとうございます。ありがとうございます。本当。明日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。でも、はい、あのちなみにレン君とかとわつながりはないですね。つながりはないんだ、うん、彼は福島出身だけど。そうですね。うん、ねあのそれこそ金子さんとか、うん、着てるショップの子たちは仲いいんでしょうけど。うん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 、まずは川上さん、はい、今回のライドウィザーパッシュで海外行くとは聞いてないんですけど、だいぶね、あのかなり、はい、これあれ日本じゃないよねあれあれあそういう Welcome to ice Welcome to ice おやすみなさい、ありがとう、ありがとうございます、はい、Now my